新潟はまだ今シーズンホームでの勝ちがありません。歓喜の瞬間は今日訪れるでしょうか。一方の柏レイソルは3連敗からの3連勝を狙っていきます。クリスティアーノの突破からファールを受けました。どちらで蹴ってくるか、直接狙ってくるかどうか。ゴールまでは 26m。 手塚が狙っていった。直接決まった。先制ゴール柏レイソル。左足一閃手塚、リーグ戦これが初ゴール。1対0柏レイソル、まず1点のリードです。いやー、尾村さん、はい、今のキックですね、ご覧ください。あ、壁の間ですねこれね。左サイドにチアゴ・ガレルドです。斜めに入っていく、いや、おっと、加藤勝にボールがこぼれていきました。右足のシュートは枠に収まりませんでした。奪ってファーサイド、チアゴ・ガレルドの頭には合いませんでした。まだボールは新潟、ニアサイドスルスルタッチで右足のシュート、チアゴ・ガレルドのシュートでした。左サイドに今日入っているチアゴ・ガレルド、大谷左足もある。伊藤はどこを狙っていくか、中央空いた、右足の小池のシュート、小池のシュートは枠には入りませんでした。ソニーが速さを生かす、1対1、右足のシュート、こぼれて山崎、セカンドボール、山崎前を振る、イベンター戻ってきた、右足のシュート、小泉のシュート、ソニーの1本から新潟一気にチャンスになっていきました。ゴールを向いた、倒れたか、まだボールは新潟、低いボール、左足のシュート、原のシュートは中村防ぎました。キープをする中で奪い取りました新潟。伊藤からのセンタリングでした。ホニの速さを生かす、ホニが奪い取る、ニアサイド、山崎のシュート、ロングスロー、ホニに得点の匂いがしてきました。さあロングスロー、矢野の頭反らした、セカンドボール、シュート、これはまたしても中村のゴールは、ホニの思いはゴールに届かず。第3カードは鈴木武蔵、ボール取った本間が少し足を滑らしてフリーになっている。中央クリスティアーノ左足抜いた、ゴールキーパーを抜いてシュート、あーっとクロスバーに当たりました。ここで試合終了のホイッスル。倒れ込んだのは紺色のユニフォーム柏レイソル、走り抜きました。今シーズン初の3連勝、序盤の遅れを取り戻す勝ち点3の3連勝。新潟は早くも今シーズン3度目の連敗ということになりました。柏レイソル充実の3連勝、走り勝ちました。